はいどうも、白コリです。コンコリー。ラクーナ続きをプレイしていきます。ではここではディアスを追跡する。ここで白いバンが発見されたんですよね、カメラで。電話だ。はい。ニール、バンはもう見つかったか？目の前にあるよ。捨てられたみたいだな。あ、これか。はいはい。だと思ったよ。チームを派遣してバンを徹底的に調べさせよう。それは置いておいて、すぐに犯人を追った方がいい。まだ近くにいるかもしれないし。気をつけろ。ディアスをもう少し調べてみたんだ。奴の ID は完全に偽物のようだ。奴がホテルにチェックインする前の記録が一切ないんだ。偽の ID を手に入れるのはとても難しい。それを体内に埋め込む外科医と、連邦政府のデータベースに侵入する優秀なハッカーが必要だ。これは、我々が大物を追っていることを示すもう一つの兆候だ。というよりも組織の可能性が高い。うん、了解した。教えてくれてありがとう。あー、何やら危険な香りがしますね。これ探していたバンに違いない。ナンバープレートはなくなっている。なるほど。この人話しかけられますね。パンク、コンサートを見に来たようには見えないね。見たかったけどね。ちょっと聞いていい？あそこにバンを止めた人を見なかった？私が密告者に見えるの？俺が警官に見えるか？おあいこね。警官じゃないなら一体何者？ CDI のニール・コンラットだ。え？ CDI？ もっと最悪じゃん。それで運転手を見たのか？彼らの行方を知りたいんだ。出てきてからまだ1分しか経ってないの。犬におしっこさせてまた中に戻るだけよ。犬をコンサートに連れて行くのかい？この子いい音楽が好きなの。もういいでしょ？怪しい人物を見てないんならね。ねえ、あんたこの辺の人はみんな怪しいと思ってるんでしょ？もし何か役に立つことをしたいなら道に行ってみれば。知り合いのロブが商売で困ってるの。バカな奴らが彼の船に乗り込んで荒らし回ってるんだって。調べてみるといいかもよ。でもあんた地域社会への貢献とか興味ないでしょ？俺のことをよくわかっているじゃないか。コンサート楽しめよ。はあはあ、嫌味を言われちゃいましたね。下に降りれましたね、ここ。あー、ここがふと。その高そうなスーツはなんだ？反感を買っている。タバコ補充。これは？この罫線中のロープは最近ポケットレーザーで切断されたようだ。ポケットレーザーってあれですよね。あの、ホテルの窓ガラスも切断してたやつだ。あ、タバコ吸える。吸ったろ。一服は必要ですよ。うん。夜景も綺麗ですね。煙の感じがすごく綺麗。次は上側かな。これはなんだ？あ、ここ椅子に座れるのか。お、端末だな。お、調べられそうなものはこれ座るだけですもんね。聞き込みをするか。他に話せそうな人いたかな。この人とはもっと話せないの？あ、失礼します。うん、エド、一晩中ここに？あんた誰だい？ CDI のニール・コンラットです。ある事件のことで来ました。 CDI？犯人を探すときはいつもここを通るのかい？みんな同じ町から来てるんですよ。確かにそんな気がせんでもない。あそこのロープ、最近誰かに切られたようなんですが。何かご存知ですか？誰かに船を盗まれたとか。ロブに呼ばれたのか？ロブ？ロブとは？へ、とぼけよって。
でも、奴は話したがってるぜ。ロブ。ボート、レンタル。お前の船のことで誰か来てるぞ。上がってくるように言ってくれ。聞いただろ？ああ、上に行けと。了解。このお店ですね。おい、初めて警察が俺の通報に応じてくれたじゃねえか。先月、船を壊された時は誰も来なかったんだよな。私は警察のものではありません。がっかりさせて申し訳ないが、実は警察のものではありません。CDI のニール・コンラッドです。CDI？ 一体ここで何をしてる？別の事件を捜査しています。捜査に協力してもらえませんか？俺には協力してくれねえのか？どうして警察は俺や俺の知り合いを無視するんだ？私にもわかりませんが、聞いてください。あなたの船を盗んだ男は危険人物かもしれないんです。彼を見つけるのに協力してくれれば、あなたの船を取り戻します。いつ盗まれたんですか？今3時40分だから、だいたい1時間前だな。エンジンがかかる音がして、エドが何か叫んだんだ。エド？どこにいた人？ああ、男を止めようとしたけど、年寄りだからね。何事か見に行ったら、船はもう港を離れていた。なるほど。盗まれる前、この港にはどれくらい止めていたんですか？一週間以上にはなるね。最近はあまり予約が入ってなかったから。追跡する方法はありますか？港に出入りする船は、港の入り口でスキャナーにかけられる。隣にあるポート AI がそのデータを持ってるよ。法的機関だって言えば吐き出してくれるかもな。試してみます。船の ID は？知らないね。船名はベルタ号だ。記録とか残ってないんですか？そういうことはよくわかんねえ。俺にとってはベルタ号なんだ。その名前はシステムに表示されますか？いや、でも船の横に書いてあるよ。ん？窃盗犯について何か知っていますか？いや、でも多分サビアンだと思うぜ。なぜそう思うんです？先月俺の船を壊したのがサビアンだったからさ。根拠はそれだけですか？まあな。でも十分考えられるだろ？窃盗犯を見ましたか？いや、でもエドが見た。エドはさっき私と話すのを嫌がっていた。あいつは死に損ないのひねくれ者だよ。協力してくれるように説得できませんかね？ふん。エドは誰の言うことも聞かねえよ。特に上層民の奴らはね。あんたら官僚があいつを馴染みの港から追い出したんだ。あいつがあんたに同情することがあったら、それは間違いなく終わった時だよ。エドにとっては大事な場所のようですね。ずっと愚痴ってるよ。それで、俺の船を取り戻してくれるのか、どうなんだ？できる限りのことはします。見つかったら連絡しますよ。はあ。新しい目標が、エドと話す。ポート AI と話す。まずはエドに話してみましょうか。失礼します。あなたの友人からあなたが船を盗んだ人物を見たと聞いたんです。俺が見たとしたら？見たことを説明してくれれば事件の解決に役立ちます。あんた CDI って言ったかい？その通りです。つまり犯罪に関する仕事ってことだよな。詐欺や窃盗みたいな。はい、時には。この辺りの門も助けてくれるのかい？皆さんを助けます。なぜそんなことを？俺はこの間、マトゥナ港から追い出されたんだ。若い頃にこの船を買った時には、停泊場所があったんだ。今じゃこの辺り全体が大騒ぎだよ。至るところで工事が行われ、金持ちが引っ越してきやがる。最初は地元の人間には大した影響はねえって言ってたんだ。2週間前、俺が船を停泊させてたら、奴ら金を要求してきやがった。新しい管理方法だと言ってな。もちろん、金なんて払いたくなかったさ。実のところ、どうせ払えなかったんだ。会社に電話しても、弁護士のたわごとばかり。だから、他へ行くことにしたんだよ。俺が止めていた、このみすぼらしい埠頭を見てみなよ。まともな、パブが一つもねえんだ。
停泊場所を取り戻すのを手伝ってくれたら、何を見たか教えてやる。なんとかしてみます。わかりましたよ。やってみます。驚いたな。ようやく風向きが良くなってきたかな。セルをつなげよう。俺の停泊場所を取り戻せたらすぐに電話してくれ。OK。一つ教えてやろう。俺の停泊場所はマトゥナ港だ。レッドヘリングのすぐ隣のな。レッドヘリング?パブだよ。最高のパブさ。なるほど。そこに知り合いのフレッドがいる。港の責任者だ。そいつに話を聞くんだ。ここから運河を下って数マイルのところだよ。数マイル?直接教えてもらえませんか?一刻を争うんです。いや、約束しただろう。言ったように俺の頼み事が先だ。わかりました。でも少し待ってください。今はこの件を追わないといけないんです。場所が離れてるんですね。とりあえず、ポート AI に。でも犯人の見た目ももう一度確認しておきたいですけどね。ポート AI、港湾事務局へようこそ。何かご用ですか?この港の最近の入出港データを見せてくれ。アクセスが拒否されました。入出港データは公開記録ではありません。俺は CDI のニール・コンラットだ。ID をスキャンしてくれ。スキャン中。ようこそ、ニール・コンラット捜査官。何かご用ですか?今日の入出港データだ。頼むよ。了解しました。入出港データを表示します。他にありますか?もういい。はい、電話だ。もしもし、何か進展は?まだだが、多分もうすぐあるだろう。男は船を盗んだようだ。船?なぜそんなことを?スキャナーを避けるためだろう。船は車や歩行者ほど厳密に追跡されないからな。でも、船を見つけるのは簡単なはずだ。船は遅いし、どの港の入り口にもスキャナーがある。問題は、その船の ID がまだわからないことだ。だが、現地の入出港データは持っている。また交通データかよ。その船がいつ入港して、いつ出港したのかわかるか?大体ね。この中から該当するものを見つけ出せるはずだ。ちょっと時間をくれ。了解。見つかったらすぐに天気入れ送ってくれ。船を見つけて連絡する。そうするよ。じゃあまた後で。ああ。データを見る。入出港データ。入港、出港、出港を見るんだよね。待って、何時って言ってたっけ?いつ盗まれたのか、3時40分のだいたい1時間前、2時40分、これか、2時41分、この ID ですね。出港のこの ID が788901、これを送ればいいんだ。はいはい。閉じる。で、チートじゃなくて、テンキーか。これに、788901。入力。電車に乗る。OK。電車に乗ります。斉藤さんが船を調べてくれるんですね。電話だ。送られてきた ID を調べて船を発見した。今のところかなり離れている。誰かに見に行かせよう。何か分かったら連絡する。それまでに。どうした?うん。ちょっと待った。ヒットしたみたいだ。ヒット?ディアスの ID チップさ。たった今信号を拾ったんだよ。送ってくれた船とは違うが、彼に間違いない。違うの?ディアスは徒歩で駅を通過した。電車に乗ったのか?いや、両方の出口でスキャンされている。彼の現在地に最も近い捜査官は君だ。増援を送るからすぐに向かってくれ。了解した。それで船は?他のチームに調べさせるから、君は狙撃手を追ってくれ。
座標を送ったからすぐに電車に乗るんだ。ありがとう、また報告する。あれ、船違ったの？データ的にはあれだと思ったのに。乗ります。犯人に近づいてきましたね。ガーラ・マトゥナ居住区。うん、犯人を探す。今回はここで一旦区切りたいと思います。見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画、またはライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。